久しぶりにこの道通るな。スティーブは初めてだっけ？この道のデータはあるけど、のぞみと一緒に移動するのは今夜が初めて。こんなプライベートな小道のデータまであるんだ。もちろん。何？ヘビ？スティーブ、ライトちょうだい。ラジャー？え、ウサギ？助けて。え、助けて。喋ってる？何？もう一回。助けて。助けて？どこ？どこにいるの？ここじゃ。どこ？スティーブ、探して。ラジャー、熱センサーで位置探索開始。ここ、ここじゃ。あ、スティーブ、探さなくていいわ。ラジャー、ライト及び熱センサーオフ。なぜ？お母さんが言ってたのを思い出した。お母さん？夏祭りの夜は、タヌキが人を騙すから気をつけなさいって。何言っとるんじゃ、お母さん。あなた、タヌキ？違います。じゃあ、キツネ？違います。とにかく、出てきて姿を見せなさい。助けてくれる？可愛かったらね。そんな基準で？可愛いかどうかが、すべての基準。当然の基準。なぜ？私、アイドルだもん。そんなぁ。嘘嘘。とにかく、出ておいで。あ、はい。あ、いた。もっと明るいところに出ておいで。スティーブ、ライト。はい。タヌキやキツネじゃなさそうね。もちろん、違うのじゃ。かわいいね。よかった。でも、人間みたいだけど、人間じゃないよね。ええ。その尻尾。思いっきり、爬虫類っぽいんだけど。これはその、呼んどころない事情があり、その、スティーブ、解析。ラジャー。はい、解析終了。はいよ。スティーブは意外に優秀なんだよ。意外に言うな。我はそれなりのステータスを持っておるのに、こんなに早く解析されると自分がなんだか薄っぺらい存在に思えてくる。それなりのステータスね。へえ。なんなのだ、その疑いの眼差しは。なんでもない。スティーブ、解析結果を。ラジャー、本生命体は、下流族の末裔ドラゴンなり。ドラゴンかーい。ふん、いかにも。我は、下流族の末裔ドラゴンなり。ねえ、ふん。でもなんか、おかしくない？何がじゃ？なんか、和洋折衷っていうか、なんていうか。和洋折衷？どういうんだろう。端的に言えばね。ドラゴンがなぜ日本に出てくるのさ？日本に出てくるのは竜でしょ？竜。細長くておひげがシューってあってさ。なるほど。そういう意味で和洋折衷と。そうそう。それは話せば長い長いことなのじゃ。それ今言います？まあ後でスティーブから聞くから大丈夫。スティーブ、お願いね。ラジャー、遺伝子解析を加えた後、詳細を伝えることとしよう。お願いね。じゃあ、とりあえず、今知っておいた方がいい解析結果だけ教えて。ラジャー、人間に変身している原体型は、身長130センチメートル、推定体重42キログラム。まあ、小太りの日本人小学2年生といったところ。小太りって、あった。チャビーで可愛いじゃん。そう？気に入った？かなりね。しかし、エネルギーフル充填時は、体長約9メートル、体重約10トンのドラゴンに変身可能。えへん。それ、怪獣じゃん。君、ひょっとして、危険じゃね？え、そっち？スティーブ、どれぐらい危険か教えて。エネルギーフル充填時の危険要素。火炎の危険性、打撃等物理的破壊の危険性、移動時発生する振動による破壊の危険性、など総合的に見て。こいつ、超絶、危険。
この村なら10時間程度で壊滅可能な生命体なり。マジか。それはあくまでも我の能力の話で、村を壊滅だなんてそんな恐ろしいことはせんよ。いや、できません。チャビーなお子ちゃまに変身してて可愛いなって思ったのにさ。ああ、我は十分可愛いぞ。ほんとだ、やっぱり可愛い。ほれ、下から見上げるこの上目遣いの顔などはどうじゃ。可愛い、可愛いんだけど、この村壊滅されてもな。だからしませんって、そんなこと。スティーブ、このチャビーちゃん今はエネルギーが少ないってことよね。その通り。じゃあ今なら私でも始末できる？そこの石で殴れば。そっか、この石ね。え、やめて。おかしいな、我と同じ匂いがしたんだが。ごめんね、私この村が大好きなんだ。だから壊しませんって。スティーブ、チャビーが逃げないように退路を断ちなさい。ラジャー。逃げようにも力が入らない。のぞみ、まずこのチャビーの尻尾を踏みつけて動きを立て。チャビー、チャビーってちょっと気になるんだけど。了解、尻尾を踏むわけね。なるほど。おい、逃げるな、諦めろ。まさかこんな展開になるとは。えい。踏まれた。捕まえた。ほんとごめんね。覚悟して。動けない。これまでか、我が人生。あ、え、なんなのだその、あ、は。そういえば小さい頃お母さんが言ってたな。どうした、のぞみ。ドラゴンに会ったら怖がらずに仲良くしなさいって。素敵です、お母さん。お母さん、やたらとドラゴンに詳しかったけど、なんでだろう。我をお母さんに会わせてくれ。そっか、我、お母さんを愛す。お母さんを愛すか、お母さん、我が命。へえ、そこまで言われちゃうね。お母さん、マイラブ。ま、とりあえず連れて帰ることにするか。おお、助けてくださるか。仕方ない、このご恩は一生。でも念のためこれ振りかけとくね。え、夏の夜の必需品、明朝の虫除けスプレー。はい、シュー、シュー。ああ、それはダメじゃ。それは、お母さんの情報通り、ドラゴンにこれをかければ眠り出すってね。